どうもこんにちは、Tです。今回は絶対値の考え方について見ていこうと思います。そもそも絶対値とは何かっていう話なんですけど、例えば絶対値5は5で、絶対値マイナス3は3になります。なぜこうなるかというと、プラスはそのまま、マイナスはマイナスをかけるんだっていうルールがあるから、このような計算になるんだって思ってる人いるかもしれませんが、それはバカの発想です。確かに絶対値の中身がマイナスの場合はマイナスをかければそれでいいんですが、何も考えずルールとして覚えているから応用問題が全く解けないという事態に陥ります。じゃあ絶対値って何なんだよって思うかもしれませんが、ある点との距離をイメージしてください。例えば原点0と5という数字、この距離が絶対値5です。でも実は距離が5になる点はもう一つあって、マイナス5との距離も5になるはずです。ということで絶対値マイナス5も5になります。このように考えると、絶対値を含む方程式も非常に簡単に解くことができて、この式が意味するのは、原点からの距離が5になる x はどんな x ですかっていうことですから、プラスマイナス5だということはすぐにわかります。さらにこの考え方は不等式に応用することもできて、数直線で考えてみると、この位置やこの位置、あるいはこのような位置にあっても OK なんですが、このような位置にあるとアウト。つまりこれを日本語で言うと、原点からの距離が5以下となる x はどんな x ですかということですから、マイナス5から5だということはすぐにわかります。絶対値の不等式になるとよくわからないっていう人たまにいるんですけど、そういう人の多くはこの数直線のイメージができてないということが非常に多いので、最初は面倒でもしっかりと数直線上で考えるようにしてください。このイメージさえ身につけば、さらに拡張することも非常に簡単で、絶対値の中身が少し複雑になっても、 fx イコール絶対値 x だと考えれば、絶対値 x-3 というのは f(x-3) と同じで、これは以前もやったようにただの平行移動ですから、今回のケースで言えば絶対値 x を x 軸方向にプラス3平行移動したと考えると、数直線上においてスタート地点が3になっていて、そこからプラス方向に5を進んだ地点、つまり8と、マイナス方向に5を進んだ地点、つまりマイナス2を基準にして、その間に x がいればいいわけですから、絶対値 x3-3 が5以下というのは x がマイナス2以上8以下ということになります。なんとなく雰囲気は分かってきたと思います。もちろんすぐにはできるようにならないと思いますが、イメージを持った上で練習していけばすぐに計算できるようになるので、教科書応用問題集などを使って何問か計算練習をしてみてください。じゃあ次に少しレベルを上げて、 y イコール絶対値 x-3 という関数を考えてみます。これは何を言っているかというと、 y の値が絶対値 x-3 ということで、 x 軸との距離を表しています。これはどういうことかというと、 x 軸と y 軸があったときに、ひとまず y イコール x-3、 要はこの絶対値の中身ですけど、このグラフを考えてみると、 x 軸とぶつかるのは x イコール3の時で、それよりも大きな x1 を取ると、それに対応して y の値が決まります。この時 y1 の値はプラスになっていて、 y1 は x 軸との距離を表しています。今度は逆に3より小さい x2 を考えてみると、この x2 に対して y2 の値が決まるんですが、これはもう見たまんまマイナスの値になっています。ここがポイントで、 x 軸との距離は0から x-3 を引くということで、マイナス x プラス3になります。で、今回考えたいのはあくまで絶対値の値で、距離というものにマイナスはありませんから、この大きさをプラス側に書く、つまりこのあたりに y イコール絶対値 x-3 の値が来るはずです。これを一般的に考えてみると、 x が3以上の時、 x 軸との距離 y はこの座標から x-3-0 と考えることができるので、 x イコール3で表されます。一方3より小さい場合は、 x 軸との距離 y は y イコール0から x-3 の値を引けばよいので、このようになって計算するとマイナス x プラス3になります。これをグラフで書けばこのようになります。あ、なるほど、ぶつかるところで折り返せばいいんだなっていう風に感じた人、それは正解なんですが、なぜ折り返すことになるのか、そこが分かっていないと応用問題になった時に詰むので、しっかりと理解した上で折り返すようにしてください。そして折り返すと考える場合でも、この3という点は非常に重要で、切り替えポイントがどこなのかということはしっかりと把握する必要があります。具体的な切り替えポイントというのは、距離が0になる点ですから、絶対値の中身が0、つまり今回で言えば x-3 イコール0、つまり x イコール3となります。グラフなんてめんどくさいことしなくてもいいんじゃないのって思うかもしれませんが、そうではなくて、例えば
y イコール絶対値 x の2乗といったグラフは確かに x イコール0で絶対値の中身は0になるんですが、このような形には絶対になりません。というのもあくまでプラスの値を取りますよということを言っているだけですから、そもそも x の2乗の値自体が絶対にプラスの値しか取りませんから、それにマイナスをかけることによって全体としてマイナスになってしまうので意味不明になります。とこのように口頭で説明することはできるんですが、なかなかそれを言葉で理解しようと思っても大変なので、必ずグラフを書いて状況を確認する、これは徹底してやるようにしてください。じゃあ最後に今まで考えてきたことを応用してもう少し複雑なグラフも考えてみます。まずこの式が何を言っているのかということをイメージしてみたいんですが、絶対値の値は必ずプラスで、それとマイナス 2x というグラフが合体しているわけですから、この y イコールマイナス 2x というグラフに対してそこから必ずプラスの値を取るということで、この部分に y の値が存在すると予想することができます。とはいえこれは予想なので、実際にどのような形になるかはしっかり計算する必要があります。ということで、まず絶対値 x の2乗マイナス1が0になる点を考えます。これは先ほどと同じくこの部分についての切り替えポイントを探すためです。絶対値が0になるのはその中身が0になるのと同じなので、 x イコールプラスマイナス1で切り替えが起きるんじゃないかという予想が立ちます。ただこれもあくまで予想で、 x の2乗の時のように1回0になったからといって中身の符号が変わるかどうかはまだ分かりません。ということで y イコール x の2乗マイナス1というグラフを書いてみると、マイナス1と1を基準にプラスの値だったものがマイナスに変わって再びプラスになっているわけですから、マイナスになっている部分はひっくり返す必要があります。この関数はプラスマイナスを入れ替えたものになるので、マイナス x の2乗プラス1になります。このことを踏まえて考えると、まず x がマイナス1以下、あるいは x が1以上の時、今回考えたいグラフについて絶対値の中身はプラスになるはずですから、そのまま絶対値を外して平方完成すると、括弧 x マイナス1の2乗マイナス2ということがわかります。一方 x がマイナス1から1の間にある時、求めたいグラフにおいて絶対値の中身が負の値になりますから、マイナス括弧 x の2乗マイナス1に変わって、これを計算して平方完成するとマイナス括弧 x プラス1の2乗プラス2になります。あとはグラフを書くだけで、とりあえず xy 平面に何も考えず2つのグラフを書いて、マイナス1と1を基準にこの点よりも左側にある場合は下に1つの関数、マイナス1から1の間になるときは上に1つの関数、そして再び1を超えてくると下に1つの関数に切り替わります。つまり求めたいグラフはこのような形になります。大丈夫だったでしょうか？ちょっと見慣れない形になっているので不安に思う人もいるかもしれませんが、この2点を結ぶ直線が y イコールマイナス 2x になっていることに注目して、最初の予想と一致していることがわかります。このようにすれば一見おかしな形になったとしても簡単にチェックすることができます。いやそんなのしなくても計算さえ完璧だったらそれに自信持てばいいんじゃないかって思うかもしれませんが、やはり入試本番では緊張しますし、自分の計算が合っているのか不安になることが非常に多くなります。しかも実際には計算ミスをしていなかったとしても、もしかして計算ミスをしてるんじゃないかっていう気持ちがあると集中力が低下してしまって他の問題に影響が出ることもよくあります。なので自分の回答に自信を持つためにも様々な検算の方法は知っておいた方がいいので、常日頃から多角的に考える練習をしておいてください。というところで今日はこの辺で終わろうと思います。もしよくわかんないところがあればコメントをしてください。可能の限り回答しようと思います。それとこの動画のスライドは Discord に置いているので、復習などに活用したい人は概要欄を確認してください。それと最後にこの動画役に立ったという人は高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。お疲れさんでした。